電話穂高でございます。私からも最後、15分間、質疑させていただきます。よろしくお願い申し上げます。まず最初に、いわゆる所有者不明の農地や森林について、お伺いしていきたいと思います。昨年来、この委員会ではありませんが、予算委員はじめいろんな委員会でですね、安全保障上重要な土地だとか、水源だとか国境離島といった部分の土地が外資に買われているんじゃないかと、そういった部分の規制をぜひお願いしたいというお願いをしてまいりまして、予算委では総理からも前向きにお話をいただき、先日も自民党の、菅原議員がご質問されていて、素晴らしいご質問されておりました。そして自民党の方でも特命委新の、委員長がですね、中心となって特命委の方でご検討いただいているというふうに伺っております。ぜひとも、この規制の部分です、前向きになるべく早い形で進めていただきたいというふうに思います。そうした中でですね、私この問題を調べていきますと、もちろんそうした枠組みがないことが問題なんですが、同時にですね、そもそもこの日本の土地というのが誰が持っているかすらわからない、とても前時代的な、およそ先進国だとほとんどないような、制度になっているがゆえに、余計にですね、もしうまくですね、この規制を作ったとしても誰が持っているのかわからなければ、結局網の目のようになってしまうという、非常に実はこれは安全保障上だけじゃなくて取引上も、例えば農地山林もそうだと思います。そうした部分においてもいろんな農業にも関わってくる重要な部分の一番根元の部分として土地の所有者がわからないという問題がございます。この部分について特に、農林水産大臣ですので、農地や、森林について、所有者不明の土地非常に多いと思います。話ではですね、東京都の4倍以上の土地が農地だけでわからないと、全国の他の土地よりはもう本当に広い土地がわからないという、ただそれもわからないのかどうかもわからない、今から調査するという予算要求を法務省が、来年度されるということですけれども、そうした中において非常に私は危惧しておりますけれども、大臣、同様の認識でしょうか。認識とそして対応をお伺いしたいと思います。斉藤農林水産大臣。農地や森林のですね、所有者不明問題というのは大変重要な問題だと認識しておりますし、これからますます重要になっていくんだろうなと、そういう問題だと認識しております。現在の農地及び森林につきましては、相続をされてもですね、登記がされないか、またはその恐れのあるものなどが相当数存在しておりまして、このことが担い手への農地利用の集積集約化やですね、林業制限の集約化を図る上での支障になっているという認識をしております。このため、所有者不明の農地につきましては、登記がされていない場合でも、農地について固定資産税等を支払うなど事実上の管理を行っている、方の判断によりまして、農地の貸し付けを可能とする、その場合の利用権の設定期間をですね、長期化するといった方向で、次期通常国会に関連法案を提出することを今検討しているところで、あります。また森林につきましてはですね、森林所有者の経営管理権限を市町村を介して意欲と能力のある林業経営者に集積集約化する仕組みを今検討しておりまして、この仕組みの中で一部の所有者が不明の共有林につきましては、より簡素な手続きで市町村が森林の経営管理ができる権利を取得できるようにするといった方向でですね、これもまた次期通常国会に関連法案を提出することを検討している、そういう現状でございます。丸山穂高君。農水省さんは実はこの分野進んでいると私は思っていまして、ただ進んでいるといっても本当にやらなきゃいけない部分の 1% 2% 他よりはでも進んでいるというのが私の認識なんですが、でもこれ本当に先ほど根本的な部分の相続の話をされましたけど、相続の時の登記今義務化されてませんけど、根本的に考えれば義務化だとか、今土地台帳もいろんな台帳がありすぎてバラバラでわからない、これを一元化していったりですね、もっといけば死亡届出した時に各今都道県市町村ですねに出す時にですね、一応説明されるところあるんですけども、別にこれ 100% 説明されるわけでも義務でもない、こうした中でやっぱり死亡届を出した時にきちんとそれを説明するだけでもだいぶ変わってくると思うんです。こうした根本的な部分の改革をしないと、農地も森林もそれだけじゃない、日本の国土がどん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 荒廃していく、ひいては外国のどこか変わっているかわからない、こんな状況続いてしまいます。これ農林水産大臣というよりは、すいません、農林水産大臣というよりはですね、政治家
斉藤議員にお伺いしたいんです。政治家斉藤議員としてこの問題非常に大事な問題だと思うんですけども、ぜひ内閣で旗を振って取り組んでいただきたいんです。斉藤大臣どうでしょうか。斉藤農林水産大臣。私はこの問題はですね、これからますます死亡の際の届け出が行われるときにですね、これで登記の届け出登記がですね行われないという事態がですね、これからさらに増加をしていくんじゃないかという心配をしております。私としてはですね、これは何とかしていかなくちゃいけないと思っておりますが、残念ながら私の権限の範囲にはございませんので、本件については国土交通省、法務省とですね、いい連携を組みながらですね、何ができるかきっちり検討していきたいと思っております。丸山穂高君。これ法務省さんに聞くとですね、じゃあ ちゃんと審議会立ち上げてまず検討しますという回答が返ってくるんですけど、じゃあそれいつまず検討するかどうかの結果がいつ出るんですかと、19年に出ます。19年に出てそこから 法律作って変えていったらどんだけ先になるんだというのが今の現状ですので、ぜひですねこれは本当に政治のリーダーシップいると思いますので、リーダーシップを取っていただきたいというふうに思います。時間がありませんので、もう一つ次の話題に移りたいんですが、昨今ですね、特に今年になって急増しているのが北朝鮮の漁船が日本に漂着しているということでございます。これはそもそもの根本の部分に日本海、いわゆる大和海というところで、北朝鮮の漁船が違法に操業しているという現状があって、そうした中でこうした漂着がされているんだというのがおそらく後ろの部分だと思うんですけれども、これについてまず農水省として見解と、そして対応何かされているのか、そういった部分お答えいただけますでしょうか。斉藤農水大臣。今委員ご指摘のですね、大和堆周辺の我が国排他的経済水域における北朝鮮漁船等による操業はですね、違法であるのみならず我が国漁業者の安全操業の妨げにもなっており、極めて問題だというふうに認識をしております。でこのためですね、我が国漁業者が安全に操業できる状況を確保するということを第一にですね、海上保安庁と連携しつつ、漁業取締船を大和堆周辺に重点配備をいたしまして、厳しい対応を取ることによりまして、我が国排他的経済水域から今、退去をさせているという現状にございます。このようなですね、外国漁船による違法操業のには、毅然として対応してまいりたいと考えております。丸山穂高君。これ事務方の方でも構わないんですけどね、これ日本海側の漁業への影響はあると考えているかどうか、そして例えば何かしらそういう方が来る、今日参議院の、ところで拝見してなるほどと思ったんですが、青山議員が自民党ですね、例えば天然痘のウイルスに感染しているような、来たときにですね、それを感染止めるような術がないんじゃないかという指摘もありました。非常に国民の皆さんから見たら不安な点多いと思うんですけども、また漁業関係者の方も不安が多いと思うんですけども、こうした部分の注意喚起も含めて、漁業への影響や注意喚起について何かしらの推奨として、見解をお持ちかどうか、事務方でも構いませんけども、お答えいただけますか。長谷水産庁長官。お答えいたします。我が国漁業への影響という観点で、お答えさせていただきます。問題となっております大和堆周辺水域では、イカ釣り漁業、沖合底引き網漁業、そしてベニズワイガニ漁業が操業しております。大和堆周辺水域における北朝鮮漁船の操業によりまして、漁場での競合あるいは資源への悪影響等の不満あるいは懸念が生じているということでありまして、漁業者からはですね、水産庁漁業取締船による強力な取締りを実施するよう要請を受けているところでございまして、それを受けまして、先ほど大臣から申し上げましたとおり、海上保安庁と連携しつつ漁業取締船重点配備もして対応しているところでございます。丸山穂高君。これね、ぜひ検討をお願いしたいことがあるんです。というのはですね、今回は違いますけども、今年の7月に、水産庁の、漁業取締船に対して北朝鮮船籍とみられる船が、銃口を向けたという報道がされております。それは事実だと思います。そして、今うなずいてくださっていますけども、北朝鮮に対して、北京の、日本大使館を通じて、向こうに抗議をしたということなんですけども、これね、私懸念しているのは、
尖閣と同じ状況になりかねないなとすごく思ってまして、尖閣だって中国がですね来て、まあ、違法に操業する中でどんどん地元の漁船の皆さん、漁業関係者の皆さんを追い出されていく、まあ、そうした中で結局そこでの水産資源を日本の EEZ であるにもかかわらず取れない、この大和隊だって日本の EEZ 内で、まあ、そうした違法な船が操業していると、しかも北朝鮮の漁船は全て軍属に属しているので、どういう行動を取るかわからないという中で、私これ水産庁のこのいわゆる取締船に乗られている漁業監督官の方々に本当に敬意を表したいと思いますし、本当に危険な現場で働かれているわけです。でもこの取締官の方々って調べていくとびっくりしたんですけど、武器の携帯ができないんです。警棒で、まあ、手錠と警棒、これぐらいのレベルしかできない。でも法律上はですね、一応特別省警察職員なんですよ、警察なんですけど、向こうが銃を向けられてきたらもう逃げるしかない、まあ、退避行動を取るしかない。こんな状況で私がトップだったら出ていけって言えないですよ。日本の海を漁業を守ってくださいって言えないです。だからこそ今こういう状況になってきて、あの海域を守るためにも、何より死に働いてくださっている現場の方を守るためにも、この辺の武器の携帯のあり方今こそ見直さないと、今幸い殉職の方はいらっしゃらないと聞いたんですけども、そうした中で万が一あったらそれは取り返しがつかないんです。そういった意味でぜひこの点、大臣、これも政治のリーダーシップだと思うんですけども、ぜひ検討、構いません、今すぐやりますというのは難しいのかもしれませんが、ぜひこうした武器の携帯も含めて検討、お願いしたいんですけども、いかがでしょうか。斉藤農林水産大臣。ご指摘本当ありがとうございます。昨日も参議院の予算委員会で私の方から答弁させていただいているんですが、外国漁船の操業が広域化する中でですね、増加する取締り要請に対応するために、まあ、水産庁もこれまで、取締り船の増積、大型化、装備の充実などを図ってきてはいるんですけれども、これとともにですね、今後より一層の漁業取締り体制の強化についてですね、検討していきたいと思っております。丸山穂高君。それはその武器の携帯も含めて、身を守る、もしくは取締りの円滑化を図るための、もちろん今私が指摘したような武器の検討も入っているということでよろしいですか。斉藤農林水産大臣。それも含めて検討していきたいと思っております。丸山穂高君。ぜひともよろしくお願い申し上げます。本当に現場でのご苦労を思いますとですね、頭が下がる思いでございます。人員の確保と予算と、また武器の規制の緩和、いろいろやるべきことがあると思いますので、ぜひともお願い申し上げたいと思います。最後に競馬法が次おそらく、お経読みが入ると思うんですが、少しうちの、時間が、私がもらえる時間というのが今回、15分、ということでございます。最後にどうしても聞いておきたかった、競馬法についてお伺いしたいと思います。ギャンブル依存症の話もこれずっと選国会からやらせていただいて、今政府の方で対応を練っていると思うんですけども、競馬もやっぱり、まあ、パチンコほどではないという数ではですね、パチンコが圧倒的だというデータが出てますが、しかし競馬で依存症になられるという方もいらっしゃいます。そうした部分について農水省として依存症患者の数を把握されていたり、何かこの依存症対策についてされているのかどうかお伺いできますでしょうか。はい、枝本生産局長。対応状況の数字がございますので、私の方からご説明させていただきます。まずギャンブル等依存症 の実態の方でございますけれども、国立研究開発法人の日本医療研究開発機構が全国調査を実施いたしまして、本年の9月に中間取りまとめを行いました。今先生からもご指摘ございましたけど、過去1年内にギャンブル等依存症が疑われる者の割合が全体の 0.8%、パチンコ、パチスロに最もお金を使った者の割合が全体の 0.7% と推計されておりますけれども、この中間取りまとめでは競馬については言及されてございません。来年の5月に詳細な分析結果が示されるということになっておりますので、その中で競馬を含みますギャンブル等に起因した依存症の実態も明らかになるのではないかというふうにまず考えてございます。あと対策の方でございますけど、これは非常に重要な課題でございまして、積極的に推進しているところでございます。本年の8月29日に、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議におきまして、決定されました、ギャンブル等依存症対策の強化についてに基づきまして、いくつか申し上げますと、まず主催者によります JRA 等の主催者によります相談窓口の設置、また周知を本年4月までに全主催者で実施をいたしまして、本年10月までに日本中央競馬会には21件、
地方競馬主催者には7件の相談が寄せられております。またネット投票におきます本人申告によるアクセス制限、これはこれまでに中央競馬で8名に制限措置を適用いたしました。また競馬場とか場外の設備のすべての ATM のキャッシング機能を廃止するということで、これは順次今、廃止して来年の3月までに全廃の予定でございます。これらの対策を今順次実施しておりますけれども、今後も必要な対策をできるものから実施していきたいと、そういうふうに考えてございます。あれ、穂高君、時間が来ましたので終わりますが、しっかりやっていただきたいですし、もし機会をいただけるなら続き、お聞きしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい。